ルキノ・ビスコンティ、モドローネ・伯爵ルキノ・ビスコンティ、ルキノ・ビスコンティ、コント・ディイ・モドロネ、1906年11月2日から1976年3月17日は、イタリアの映画監督、脚本家、舞台演出家、貴族、映画監督、プロデューサーのウベルト・パゾリーには、多い。1906年11月2日、イタリア王国ミラノで生まれた。 実家は、イタリアの貴族ビスコンティ家の傍流で、父は北、イタリア有数の貴族モドローネ公爵であり、ビスコンティは14世紀に建てられた城で、幼少期から芸術に親しんで育った。ミラノとコモの私立学校で学んだ後、1926年から1928年まで、軍隊生活を送った。退役後、1928年から、 舞台俳優兼セットデザイナーとして働き始めた。1936年には、ココ・シャネルの紹介で、ジャン・ルノワールと出会い、アシスタントとして、ルノワールの映画制作に携わった。1942年、郵便配達はニドベルを鳴らすで、映画監督としてデビュー。原作の使用許可を得ていなかったため、現在は、オッセッシオネ、盲州である。同作は現在では、 ネオレアリズム運動の先駆的作品と称されることもある。ビスコンティは以後、ロベルトロッセリーニやビットリオデシーカなどと共にネオレアリズムの主役を担うアリとして知られるようになった。その後、数年間は舞台やオペラの演出家として先進した。また、第二次世界大戦中にはイタリア共産党に入党した。戦後、1948年に、 南イタリアの貧しい漁師たちを描いた揺れる大地を発表し、6年ぶりに映画監督として復帰。同作は第9回ベネツィア国際映画祭で国際賞を受賞した。以後、ベリッシマ1951年や夏の嵐1954年といったネオレアリズムに根ざした作品を発表した。1957年にはドストエフスキーの同名小説を映画化した。 ビアクを発表。第18回ベネツィア国際映画祭で銀次賞を受賞した。また、この頃に共産党から離党した。1960年、アランドロンやクラウディアカルディナーレ、アニージラルドラを起用したネオレアリズムの集大成的、対策、若者のすべてを発表。第21回ベネツィア国際映画祭で審査員、特別賞と、 国際映画批評家連盟賞を受賞した。ネオレアリズムが下火となった以後は、自身の出自でもある貴族の没落や芸術家を描いた重厚で、短美的な作風系統をした。1963年、バートランカスターを主演に迎え、ジュゼッペ・トマージ・リ・ランペトゥーサの同名小説を映画化した、山猫を発表。第16回カンヌ国際映画祭で、パルムドールを受賞した。 1965年には、熊座の淡き、星影が第26回ベネツィア国際映画祭で禁止賞を受賞した。1967年には、マルチェロ・マストロヤンニとアンナ・カリーナを起用し、アルベール・カミューの同名小説を映画化した、異邦人を発表した。1969年、ダーク・ボガードやヘルムート・バーガー、イングリッド・チューリン、 シャーロット・ランプリングラーを廃した地獄に落ちた勇者どもを発表。ナチスが台頭した1930年代前半のドイツにおける製鉄一族の長落を描いた。日本では三島幸男に激賞された。1971年には再びボガードを起用しトーマス・マンの同名小説を映画化したベニニシスを発表。第24回カンヌ国際映画祭で25周年。 記念賞を受賞した。同作は、マーラーの公共曲第5番第4、学章アダージェットを一躍有名にした作品としても知られる。原作ではマーラーをモデルにした、主人公アッシェンバッハは作家であるが、ビスコンティはそれを作曲家に変更している。また、タジオを演じたビオルナ・アンドレセンは、本作をきっかけにイドル的な人気を博した。翌1972年には、 ヘルムートバーガーを主演に据え、バイエルンをルートビヒ2世の即位から死までを支持ずに、沿って描いた歴史大作、ルートビヒを発表。ビスコンティは撮影中に病に倒れたが、過酷なリハビリをこなした末に同作を完成させた。しかし、左半身の後遺症は、生涯残り、以後は車椅子での生活を余儀なくされた。これら3作品は19世紀後半から20世紀前半の、 ドイツ圏の乱熟と崩壊を遡る形で描いたドイツ三部作と呼ばれる。1974年、バート・ランカスターやヘルムート・バーガー、シルバーナ・マンガーの起用した家族の肖像を発表。ランカスターが演じた孤独な老教授はビスコンティが自身を投影した人とされる。日本ではビスコンティの死後、1978年に公開され、異例のヒットを記録。 キネマジュンポーベスト10の第1位や日本アカデミー賞外国語映画賞などを受賞した。1976年にはガブリエレ・ダヌンツオの同名小説を映画化したイノセントを発表。貴族映画の傑作として高く評価された。同年3月17日、ローマにて69歳で死去した。生涯にわたりバイセクシュアルであることをオープンにしており、アラン・ドロンとの関係の噂もあった。 ヘルムートバーガーに至っては、ビスコンティの死後、私は、ビスコンティの未亡人だと発言したこともある。父親もバイセクシュアルであったという、大変貴族的な人物で、撮影現場も含め常に、マエストロではなく、白尺と呼ばれていた。愛用の香水は、英国のペンハリガンのハマムブーケ。また、ルイ・ヴィトンのカバンを愛用していたが、 当時は、同社が有名ではなかったので、出演者が勘違いして、さすがは、ミラノのご貴族だけある。トランクの記事にすら、イニシャル、偶然の一致で、同じ LV を入れてオーダーするとはと簡単したという、逸話がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。